チェンジザスカイ、薄井刑事役の国島直樹です。初のその組員、まあ元組員ですけど、悪い役というのが僕は初めてで、その僕はどっちかっていうとそっち寄りの人間だと思ってて、まあ人にはあんまり言えないですけどね、殺気もありますしなので今回その自分の中にある闇の部分をちゃんとこう自分で役作りして、自分の中にある闇を全部さらけ出してやりたいなと思ってます。今あのプロデューサーの方にお前にヤクザができるのかと言われたんですけども、ええ、やってやりますよ。その国島直樹のヤクザをとくとご覧あれということで、あとストレートが久しぶりなので、本当に完全にストレートというのは、そこもすごく、2.5 から入った方には見ていただきたいですし、そうですね、これで国島直樹もストレートできるんだと、言わせてやりたいと思ってます。この話は、すごく、まあ、重めの話ではあると思うんですけど、その中にも、愛だったりとか、いろんな大切なメッセージ性がすごく詰まった作品なので、すごく感慨深いというか、見る人にそのすごく一回り成長させられるようなメッセージ性がすごく詰まった作品だと思うので、ぜひいろんな方に見ていただきたいと思ってます。国島直樹でした。ぜひ見てね。バイバイ。